ベルナーベスト・カールルドルフ・ベルナーベストは、バイマル共和政規から、ナチスドイツ期のドイツの法律家、司法官、警察官僚、保安警察長官代理、国家保安本部人事局長などを務めた。第二次世界大戦中はドイツ占領下のフランスや、デンマークの統治に当たっていた。親衛隊の幹部であり、親衛隊での最終階級は、親衛隊大将。1903年、 ダルムシュタットにて上級郵便局局長、ゲオルク・コンラートベスト及びその妻、カロリーネの長男として生まれた。1912年に両親と共にドルトムントへ転居したが、1914年、チチルドルフが第一次世界大戦の東部戦線での、負傷が元で死去したため、母と弟と共にマインツ郊外ゴンゼンハイムへ移り、人文主義義ムナジウムへ入学した。 ギムナジウム在学中から青年政治運動団体に参加していた。1919年にはドイツ国家人民党のマインツ支部に入党し、同党の青年グループのリーダーとして活躍した。1921年にアビトゥーアに合格して大学入学資格を得る。1922年には法学を学ぶためフランクフルト大学に入学。百二十三年十月に、 ギーセン大学へ移った。しかし大学入学後しばらく学業より政治闘争に熱中し、特に第一次世界大戦後にフランスに占領されていたルール地方における闘争運動に積極的に参加した。そのために1924年4月にマインツに戻った際にフランス警察に逮捕されている。7月にフランス軍事法廷から3年の禁錮と戦。 ライヒスマルクの罰金に処されたが、9月に釈放された。その後、学業に戻り、1927年には、労働法の論文で、法学博士号を取得した。1928年11月には、司法監視法の研修を受けて合格。しばらく、ライプツヒや豪太の複数の弁護士の下で助手をしていたが、1929年9月に、 ヘッセン人民州の州法務省に入省。1930年春には、ゲルンスハイムの区裁判官となった。1930年11月1日に、国家社会主義ドイツ労働者党に入党。12月には、司会の娘ヒルデガルト・レグナーと結婚している。彼女との間に二人の息子と三人の娘を、設けている。1931年夏に、 ボックスハイム文書事件を引き起こし、この影響で11月に裁判官の職を隕石辞任した。事件は世論にも影響を与え、当時合法的手段で政権獲得を狙っていたアドルフ・ヒトラーやナチ党には大きな打撃となった。しかしベストが事件によってヒトラーら党幹部から見捨てられたというわけではなく、ヒトラー内閣誕生後の1933年3月にベストは ヘッセン警察衆委員に任じられて復権している。さらに7月にはヘッセン州の警察長官となる。しかし9月にヘッセンのナチ党内部の権力争いに敗れる形でヘッセンにおける地位を解任された。右がベスト、左はアルトゥール・ネーベ。1939年2月ベストはボックスハイム文書事件で、 隕石辞任した直後の1931年11月13日に SS に入隊している。ベストがヘッセンでの役職を終われた後、ハインリヒ・ヒムラーやラインハルト・ハイドリヒに目をかけられて、ミュンヘンの新衛隊情報部本部に招かれた。上官のヒムラーとハイドリヒは1934年4月にシュトベルディンへ移っていったが、ベストはミュンヘンに残留し、 南ドイツの SD の司令官を務めていた。6月下旬の長いナイフの夜の際にもベストはミュンヘンにあった。ミュンヘンは長いナイフの夜の際の主要部隊となったため、ベストも粛清に深く関与することとなった。ヘッセンのシュターデルハイム監獄では、エルンストレームイカ突撃隊の幹部が大量に銃殺されている。事件後の7月4日に、新鋭隊中佐に昇進。 1935年1月からベルリンのゲシタポ本部へ移動となった。この頃のゲシタポはヘルマン・ゲーリングが長官であり、ヒムラーが長官代理、ハイドリヒが政治警察部部長をしていた。ベストはハイドリヒの代理に任じられた。1936年6月にヒムラーは全ドイツ警察長官となった。この権限に基づき、ヒムラーはゲシタポを含む 全ドイツの政治警察を保安警察のもとにまとめ、その長官にハイドリヒを据えた。合わせてベストも保安警察長官代理に就任し、保安警察内の行政、法制局の局長、及び政治警察局第三部防衛用警察部の部長にも任じられた。さらに1939年9月にハイドリヒが国家保安本部を誕生させてその長官となった際に、 ベストは国家法案本部第1局局長に就任する。しかしベストは方角の素養のあるものを好んで採用する癖があり、インテリ嫌いの上司のハイドリヒや第4局局長ハインリヒ・ミュラーと潜在的に対立するようになっていった。徐々にベストは国家法案本部における役割を制限されて、干されていった。右がベスト。左はデンマーク外相 エリックス・カベニウス。1942年から1943年頃のデンマークで1940年6月に国家法案本部の役職を辞することとなったベストは、1940年8月からドイツの占領下に落ちたフランス・パリで民政本部長に転じ、レジスタンス撲滅とユダヤ人の強制収容所移送に、ラツワンを振るった。その腕を買われ、 1942年11月からは、デンマーク全県代表に就任し、実質的な総督として、デンマークの統治に当たった。以降終戦までこの地位にあった。しかし、デンマークにおいてのベストは、優和的であった。デンマークの王室も政府もそのまま維持することを認め、議会の自由選挙も守った。さらに、 ヒムラーのユダヤ人問題の最終的解決の指令を妨害しようとした形跡もある。デンマークには7000人を超えるユダヤ人社会が形成されていたが、ドイツ軍部隊の借り込みを受けたのは、このうち477人にとどまっている。部隊はユダヤ人の住居への無法な侵入をベストから固く禁じられていたのだった。遅巻きながら、ベストも法律家として、 再び法の支配の概念に目覚めたとも言われる。ナチスドイツの敗戦後、ベストは1945年5月5日に、デンマーク外務省に保護を求めたが、自宅拘束されて、5月21日には、コッペンハーゲン要塞監獄へ収監された。1946年3月に、パリへ移され、直後、さらにフランクフルトに置かれたアメリカ合衆国の捕虜、収容所へと移された。 1947年2月、デンマーク政府から起訴されて、再びコペンハーゲンに戻され、一度は死刑判決を受けたが、最終的には12年の禁錮刑となり、さらに恩赦によって1951年8月には、釈放されてドイツへと帰国していった。1969年3月には、ドイツ検察庁から国家保安本部第二局長として行った、 殺人罪に問われて起訴されるということがあったが、健康状態を理由にすぐに釈放された。1972年2月にも再度の起訴を受けたが、やはり健康状態を理由に裁判中止となった。1989年6月23日に死去。ありがとうございます。